はい、アッシュラノリザ製機販売店の泉と申します。普段はこういった革製品なんかをオンライン上で販売しております。今回はワロスワンズの新作のカーサを紹介していこうかと思います。ワロスワンズは日本で代表的な革製品メーカーで、まあ、かなり人気ですね。革とか、まあ、製造スキルとかがかなり良くて、あと肉厚で堅牢な財布を売ってますね。小刃の処理が特に良くて、 まあいろんな財布を私も見たことを見てますが、その中でもかなり、えー、レベルが高いと思いますね。で今回は、えっと、まあ、カーサですねで。外装が黒子で,で、内装がイングリッシュバイドルレザーのブラウンですね。どっちもブラウンですね。で黒子っていうのは、えっとまあ ま、世界的に、ま、人気な革で、ま、世界一高い川とも言われてますね。で耐久性がすごく高くて、ま、元から、ま、ゲラゲラした艶や、ま、剣道でもあって、ま、ゲラゲラした艶が、まありますね。これ、美しいですよね、かなり。で、特徴的なこの、ま、模様が振っていまして、丸布と竹譜っていうのがありまして、ね、丸、ま、布っていうのは、ま、ちょっと丸い感じの、ま、この辺ですね。この辺が丸譜なんですけども、ま、これ全体的に竹布なので、 まあマルフは少ないですね、まあ、この辺が丸フになりますね。で、まあ、この長方形状のものが竹譜って言いますね。私はまあ個人的には、えー、竹譜の方が好きなんですけど、まあ、これは本当に好みですよね。もともと水に生息してるっていうのもあって、まあ、水にもまあそこそこ強いっていうのは、まあ、クロコロ特徴ですね。あと、引き先とかにも強くて、まあ、長期間使うことができますね。 まあ、デメリットはやっぱ高いことですよね。まあ、ポロサスっていうのは、まあ、クロコダイルの中で一番高いのに入りますけども、まあ、クロコダイルでも、まあ、ポロサス以下のクロコダイルでもそこそこ、まあ、高いと。まあ、シェルコードンよりは、シェルコードンよりも高いですね。まあ、シェルコードンは世界的、世界で2番目に高い革って言われていますね。だいたい、えっと、一列が、まあ、1500円以上、え、シェルコードンしますね。一シっていうのは、え、革を買うときの専門用語で、縦10センチ、横10センチ、 の、まあ、革の値段を言いますけども、まあ、それよりも高いので、まあ、本当に、めちゃめちゃ高いってことですよね。まあ、かっこよくて、長期間、まあ、使用できますので、まあ、り、まあ、高くてもありかなとは思いますね。まあ、ブラウン、これブラウンですね。今、内装が、まイングリッシュブライドルレザー。最近、ワイルドストンズがメインで、えっと、使っている革ですね、まあ、もともとは、えっと、サドルプラップっていう革を使ってたんですけども、こっちですね。 これですね、まあえー、と品質がまあ安定しないと,こと,ということもあって、イングリスブライドルレザーに変えたようですね。まあ、特徴は、まあ、ブライドルレザーなのに柔らかめで、まあ、弾力があることですね。や、まあ、柔らかいことは、まあ、悪いことばっかりじゃなくて、えー、伸縮性があるので物、えー、がたくさん入りやすいということがいいですね。でかつブライドルレザーなので、まあ、耐久性高いですよね。 もともとはブライドレザーっていうのは、えっと、バグっていいまして馬の装備品として使われていたので、まあ、耐久性がかなり高いと、まあ、雨とか風とか、まあ、人の汗とかにさらされるんで、まあ、耐久性がないとまあ困るということで、まあ、使われているのですごく長期間使うことができますねそれなのにブライ,ドイングレッシュブライドレザーはま柔らかみもあってすごくいいですね普通のブライドレザーっていうのは、えっとまあ、耐久性高いんですけどその代わり 硬いんです型が、ね、カ,カ,カチカチでちょっとやらかくなるまで時間がたかかるので、まあ、そこが問題なんですよね例えば、まあ、これとかこれは元祖のブライドレザーですねこれは確かセ伊勢神ク社だったかなイギリスのブライドレザーなんですけどこれはちょっと中古なんで結構やらかめなんですけども本当にそんなもまだ硬いんですよね まカチカチだけど、イングリッシュブライドレザーは柔らかめなので、そこがメリットですよね。まあ、ワイルドスワンズのユーザーは結構剣道で肉厚な財布が好きなので、ちょっと不人気とも言われてますね、イングリッシュブライドレザーは。私は結構好きですけどね、このましなやかさとま柔らかみがあって、伸縮性があるので、たくさん入りますし、まあ、これをメインにしたので、ワイルドスワンズは、まあ、かなり私はいいと思いますけどね。 で、ブラウンも結構美しいですよね。綺麗な色だと思いますね。ダークブラウンですけど。で、まあ、剣、まあ、こんな感じですね。これがイーグルシブライドブレーザーで、これがサドルブラップのチョコ。これストクロップスの製品なんですけども。まあ、ツヤはこっちの方がありますね、やっぱり。サドルの方が、やっぱり油がたくさん含まれてますんで、こっちの方が、あの、ツヤが出ますね。 こっちもブレードレーザーなんで出ますね。結構マットな感じに仕上がっていきますね。まあ、えっ、ー、と、あとは、カーサの、まあ、製品の話しますと、まあ、変わったのが、ここと、一、まあ、万円札がすんなり入ることですね。まあ、パームとゼロ0 0 1の上位互換と思っていただいてよろしいかと思いますね。一、まあ、万円札が、まあ、すんなり入りますし、こんな感じで、なり入りますし、ここに、まあ、カードを入れることができますね。まあ、コイン入れて、ここにカード入れて、 まあこれがあの可動式になってるんでかなり使いやすいですよね、まあ、こんな感じでこういうも入れることができますね本当に使いやすい財布だなと思いますねこんな感じになってただちょっと旧型のパームとか際立てかまあ原稿品なんですけど、まあえっと、パームと k f 0 0一よりはちょっと分厚くなったかなと思いますね ここにカードも入りますし、一万札がやっぱすんなり入るっていうのがでかいですね。パームはあんまり一万冊すんなり入らなかったので、そこはちょっとデメリットでしたよね。かなり使いやすいと思いますので、まあ、皆さんもご検討いただければと思います。ぜひ、ぜひ手に取っていただいて、まあ、見ていただいたらよろしいかと思いますね。うんまあ、普段はこういったまあ革製品なんかをオンライン上でまあ販売しておりますね。ヤフオクとかベルカリとかベースとか、ラクマとかで販売しておりますので、まあ、ご覧いただければ、 えっとありがたいですね。でね再交渉も、えー、ご連絡をお問い合わせいただければと思いますね。あとまあ出品してないのも出品してないものもあるので、まあ、欲しいのがあったらひょっとしたら持ってるかもしれないので、ご連絡をお問い合わせいただければと思います。